緊急就活応援ラジオ、今こそ地元で働こう。令和3年度入社を目指す就活生の皆さん、こんにちは。就活生の応援団、高橋秀俊と佐原千代子です。新型コロナウイルス感染拡大防止の自粛要請などにより就活に不安を感じていませんか？福山商工会議所と福山地方雇用対策協議会、そして FM 福山が意欲みなぎる就活生の皆さんを全力でサポートします。月曜から金曜、毎日午後3時から10分間、福山エリアの企業と学生をつなぐ小さな番組、FM 福山緊急就活応援ラジオ、今こそ地元で働こう。毎日2社、令和2年度新卒者採用予定の企業をご紹介します。あなたを求めている企業がきっと見つかりますよ。この番組は福山商工会議所と福山地方雇用対策協議会の提供でお送りします。さて、今日初めにご紹介する事業所です。業種は自動車販売です。福山市南蔵王町にあります福山日産自動車株式会社です。 PR としてはですね、広島県の東部を営業エリアとし、自動運転や電気自動車など先進技術を搭載しているワクワクするような日産車の販売店として、カーライフに関するあらゆるサービスを展開しています。またですね、路線バス会社の広島交通株式会社を中心とする運輸や自動車販売を中心に総合サービス業を展開する広工グループの系列会社なんですね、はい、広島の街とともに育ってきた企業グループです。お客様の心に響くサービスの提供を追求し続け、お客様から選ばれ地域に必要とされる企業グループを目指していますということです。安心安全、そして満足、満足は信頼の証、選ばれる福山日産へをスローガンに地域社会に貢献していきます。 PR したいことですが、お客様のライフステージに合わせた最適な車の販売を通じ、アフターフォローも含め、ひたむきに明るくお客様と向き合い、生涯お付き合いをしていくというのが PR したいことですね、うん、カーライフを通じて自身がお客様の演出家となって最上のおもてなしをする、うん、その中で地域社会に貢献し自身も共に成長できる、これこそが福山日産自動車の魅力です。自分一人だけの力ではなく、さまざまな職種の社員と協力し合い取り組み、お客様の満足につなげていきましょうということです。そして就活生に一言、特に営業職のやりがいとしてはですね、さまざまな年代のお客様とお話しする中で、お客様との距離が少しずつ縮まることを実感でき、ありがとうと言っていただけることで日々やりがいを実感できます。アフターフォローを継続していく中で、お客様と信頼関係を築き、購入していただいてお客様とのつながりの大切さを実感できたとき、こんな時にですね、喜びを感じるということです。今現在車に興味がなくても大丈夫と思っている方もご安心ください。車に全く興味がなかった先輩もたくさん入社していますということです、うん、現在の求人数です。大卒短大卒で5名、現在の募集方法はリクナビとなっています。説明会の予定ですが、6月25日木曜日午後1時30分から、また7月2日木曜日午後1時30分から、場所はどちらも福山市南蔵王町にあります本社で行います。お問い合わせの電話番号は 082-238-3016 082-238-3016 となっています。福山日産自動車株式会社のご紹介でした。続いてご紹介するのは、電気通信工事の会社、福山市赤坂町にあります株式会社メディアテック一新です。
漢字で一つの心と書いて一心です、うん、はい。メディアテック一心は1970年昭和45年創業。情報通信のエキスパートとして、それぞれの時代やお客様のニーズに応えるべく、社員一同社名のように心を一つにして努力を重ねてきたんですって。まあ、これからは 5G だとか、うん、AI だとか、うん、IoTもう欠かせないですよね、はい、そういった最先端技術にも直接触れることができます。昔からインフラといえば電気ガス水道でしたけれど、うん、今はそれに携帯電話っていうのも加わるようになりましたよね、うん、なくてはならない存在。そんなインフラを支えているのがメディアテック一心ということなんですね。まあ、情報が届かないっていうのは今の時代考えられないですけれど、うん、まあ、普段当たり前に思っていることですけれど、支えてくれてる人がいる、そんな会社があるありがたさっていうのをね、実感することもありますよね。まあ、イコールやってらっしゃる皆さんはやりがいのある仕事、はい、ということにつながるのかもしれません。一番 PR したいこと、電気工事施工管理技師、電気通信工事施工管理技師、電気工事士など、いろいろな関連資格の取得を会社が全面的に支援をしてくれる環境だということだそうです、はい、また2019年6月にはソフトバンクと資本業務提携契約を締結して、 5G、AI、IoT 時代に向けた事業を相互協力の下で推進しているんですって。これ全国唯一ソフトバンク提携工事会社ということで、そうですか、ますます成長していきそう。そうね、うん、大きくなっていくのがこう見えてくる感じがしますよね。株式会社メディアテック一心、求人数は大卒6名、短大または専門学校卒1名、高卒3名です。現在マイナビ、電話またはメールで募集を行っています。説明会なんですけれど、今度の金曜日6月26日、そして7月は7日の火曜日、17日金曜日、30日木曜日、いずれも午後1時30分から、福山市赤坂町にあります一心グループビルの3階大会議室で行われます。またはウェブ会社説明会を行う予定ということです。就活生の皆さんに、メディアテック一心は昨年3月創立50周年を迎えました。続く100年を迎えることができるように社員一丸となって頑張っています。福利厚生の充実、ワークライフバランスの取れた職場づくり、こういったところにもいち早く注目していて、広島県働き方改革実践企業認定、広島企業健康宣言認定事業所、福山ワークライフバランス認定企業、健康経営優良法人認定企業など、うん、数々の公的な認証、お墨付きをもらっているとすごいいうことだそうです。年間休日は127日あるそうですよ、うん、株式会社メディアテック一心、お問い合わせは0849523000、0849523000です。電気通信工事福山市赤坂町、株式会社メディアテック一心、ご紹介しました。今日は福山日産自動車株式会社メディアテック一心、この2社をご紹介しました。本日ご紹介した企業は FM 福山の Facebook また YouTube でもアーカイブしていきます。またリスナーの皆さんから質問やご意見も募集しています。メールアドレスは bingo@fm777.co.jp bingo@fm777.co.jp。 福山エリアの企業と学生をつなぐ小さな番組、 FM 福山緊急就活応援ラジオ、今こそ地元で働こう。この番組は福山商工会議所と福山地方雇用対策協議会の提供でお送りしました。お相手は就活生の応援団、高橋秀俊と佐原千代子でした。ではまた明日。